印刷物から、SNS に誘導する方法としては、まず URL を打ち込むということがありますね。そして QR コードというのもあります。そして、AR というのもあります。それから検索バーというのもありますが、どれもそれぞれ、便利なものではあるんですが、一長一短があります。長い URL はなかなか打ち込んでくれないわけですね。そして QR コードも一つの URL につながればいいんですが、その URL の中を常に変え替える、書き換えるにはかなり手間がかかります。ましてや YouTube につながったものは YouTube を変えたらその QR コードはもう使えなくなるわけですね。そして AR もアプリがいります。そして検索バーも検索で入れても、よほど固有名詞がしっかりしてであればいいんですが、Google も Yahoo も上位4桁、4つ、4段までは広告ですから、トップで上がってくることは厳しいわけですね。そしていくつか類似のタイトルが出てきますから、的確にそこに行くのは難しいわけです。それを私たちは、QR コードを番号で、SNS につながる、そんなものを作りました。ですから、例えばイラストマップがあってお店の名前と電話番号があれば、その電話番号を QR コードの数字盤に打ち込むことによって、そこのお店に直接、例えば Google マップ、Google マイビジネスに飛んでいくとか、複数の YouTube、通販サイト、インスタグラムみたいにつながるようなこともできるわけです。これを私たちはマイナンバーズと呼んでますが、長い URL を数字に置き換えて、ですから電話帳があったらその電話番号を、SNS に飛ばす。だから黒い電話番号で書いてあるやつは電話しかかけられません。でも緑の電話番号の色のものは、例えば Google マップ、Google マイビジネスにつながる。赤い、電話番号の印刷したものがあったら、多目的な複数の URL につながる。このようなものを私たちはマイナンバーズという商品名で皆様にご提供をしております。